26.3 歳。これは2020年国内女子ゴルフツアーシード選手の平均年齢である。黄金、プラチナと称される若手たちがまばゆい輝きを放つ中、かつてそのスポットライトの中心にいた選手たちは少しずつその舞台を降りていく。弾き出されてなお食らいつこうとする者、自ら降りる者、舞台の裏側で新たな立ち位置を作ろうとする者、彼女たちはまばゆい光から少し外れたところでそれぞれのセカンドキャリアに向けて新たな一歩を踏み出していた。彼女たちの目に恐れも悲壮感もない。そこにあるチャレンジに光を当てた。2019年はゴルフ界に変革の波が訪れた一年でもあった。若手が台頭する一方、第一線で活躍し続けてきたベテランたちが相次いでツアーから撤退を表明した。そんな中、他のプロたちとは一線を画す新たな世界に挑戦する女子プロゴルファーがいた。今回の主人公、下村真由美。2003年からプロゴルフの世界で戦い続けてきた彼女が踏み入れたのは、何もかもが難しいし、何もかもが楽しいすごい楽しいです。結局多分挑戦することがもう根本好きなんですよね。ちょっと近い方がいいかな。クラブをハンドルに持ち替えてひたむきに走り続ける姿を追った。カーレースという新たな世界、その面白さに引き込まれた。トレーナーさんがドライバーを何も見てて、全くもうそれまで本当興味がないというか、全然知らない世界だったので、じゃあこれはもう行こうって言って、なんて言うんですかね、もう衝撃を受けたというか、もう言ったら本当なんか一目惚れ。もうレースがあるたびに見に行くようになったんですよね。レース好きな他の女子プロの先輩もいたんですけど、連れてってもらって、初めてそこでそのカートというものに乗って、ちっちゃいですけど、その自分がこう運転してサーキットをこう回るみたいなことをした時に、やっぱこれは面白いなと思って、でそれがだん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 今度こっちのいよいよ車で走る方もやってみたいみたいな。初めてサーキット走って、まあ、ビリッケツだろうなと思ってたんですけど、なんとかビリッケツじゃなかったので、あ、これ頑張ったらもうちょっと頑張れそう、挑戦したいなって思えたんでやってます人一倍レースに情熱を傾ける下村だが、レースに出会うまではゴルフ一筋の人生を歩んできた。9歳からゴルフを始め、中学3年生で全日本中学ゴルフ選手権優勝。高校はゴルフの名門校、埼玉栄高校で技を磨き、2000年にはナショナルチームにも選ばれた。中学校の時代からもうプロを目指してた。そうですね、ちょうどタイガー・ウッズが本当にこう出てきて、もう年間何勝してるんだぐらいな時なんですね、ちょうど時期的に。やっぱそれを見てたら、プロゴルファーっていうのが全くこう遠くなかった。
多分大学に行ってどこかに就職して会社に勤めてっていうことを本当考えてなくて、たまたまゴルフをしたって言ったらおかしいですけど、やっぱその映像でタイガー・ウッズが優勝してこう周りがわーってこうギャラリーの人がすごいこう盛り上がってるのを見たら、私もこうなりたいみたいな2003年にプロテストに合格、2007年から2年続けてシード権を獲得するなど第一線で活躍を続けてきた。20代の時は本当もう20歳でプロになったんですけど、20代の時はもうがむしゃらにもう本当にやってましたね。もう何発OB打った方がとりあえず行くみたいな毎日結構球数打つ方ですね、打ってましたね。どうだろう、このこれちっちゃいんですけど、一回り大きいやつを2個ぐらい打ったかな。やりだすと、もうちょっとこうしたいな、したいなっていうのがすごい出てきちゃうかな。でもやらないと本当不安だったし、そのなんか質、量より質なんだけど、なんか質より量を取ってた感じですかね、今考えると。がむしゃらにゴルフに取り組んできたが、その情熱を失いかけたこともあった。一回目したんですよ。もう一回目で受かると思ってたので、やっぱすごくその反動、まあ、ショックがすごく大きくて、1ヶ月ぐらいゴルフやんなかったんですよ。初めて受かんなかった。もうその後がもう何も考えられなくて、その後にまたプロテスト、その来年プロテストを受けるっていうことも全く考えれなくて、まあ、1ヶ月ぐらい本当に何もしない状態、まあ、ゴルフ場にはいたんですけど、まあ、ゴルフ場のキャディーの仕事があったので、まあ、ただキャディーをして帰って、その友達とわーわーやってで、まあ、そんな生活をしてたらやっぱり、私の両親はもう何やってるんだと、でやめよう、ゴルフ多分その時もうやめようかなって思ってたと思うんですよ、多分心の中で。だけど両親はもう1年頑張れよと、もう一回やり、その時もやりなさいでしたね、やってみればっていうよりはもうやりなさいって言ってくれて、まあ、またその次の年にテストを受けて受かったので、本当に両親にはすごく、本当にその両親の言葉がなかったら本当にプロにはなってないですし、なってないだろうし、プロゴルファーになってないってことはきっとこの今私がやってるこのレースに参戦とかも多分なかったなってすっごく思います。次回の18は下村真由美第2話。いや、とりあえず車走ってたいですね。サーキット走ってたいです。プロゴルファー兼レーサー、二足のわらじを履く彼女が目指す先にあるものは。はもっとなんか、まあ、言ったら毎日乗ってたいです緊張しかしてません。なんだろう、初めてメジャーで最終組になった時の2番目ぐらいに今ちょっと緊張してるさあ、まもなく出ましたね。